コンボは、オペルが製造しオペル及び、ボックスホールブランドにて販売している小型ライト版、及びレジャーアクティビティビークルである。1994年に、コルサビーの発生車種として発売された。B ピラー部分までは、ルーフスポイラーを除いてほとんど、コルサと共通であったが、貨物車のため、車体のサイズは、大型化され、またリアドアは、観音開き式であった。 1995年には LCV の販売台数増加により分割化等式のシートを装備した5人乗りのモデルのコンボツアーを追加した。主要市場は欧州であったが他の市場でも売られた。生産はポルトガルの GM アザンブージャ工場。販売ブランドと市場2001年にはコンボ C にモデルチェンジが行われた。 同クラスのパネル版はベースにコンパクトカーを用内用になったが、先代同様コルサがベースとなり、A ピラーまでがコルサと共通になった。コルサに用いられたガンマプラットフォームは車体幅を制限した。コンボ A との違いとして、助手席側のみあるいは、両側のリアサイドドアにスライドドアが採用された。また5人乗りのモデルのコンボツアーも引き続き設定され、 さらに RV モデルのコンボツアートランプも設定された。コンボツアートランプには、サスペンションチューニングや最低地上高の増加が行われ、シャシープロテクトカバーが装備された。なお、コンボツアーはイギリスにおいては販売されていない。コンボツアートランプには、標準装備で、コンボツアーにはオプションで、テールゲートタイプのリアドアが選択できたが、 商用タイプには引き続き観音開ラキ式のものが採用された。2006年にはポルトガルの GM アザンブージャ工場が閉鎖されたため生産拠点はスペインのサラゴサに移管された。販売ブランドと市場2010年にフィアットとゼネラルモータースの間で締結された商用車の供給に関する契約に基づき自社生産から OEM による供給に切り替えた。 ベースとなるのはドブロで、外反の一部こそ、オペル流に、手直しされているが、メカニズムは、基本的に、ドブロのものを流用する。シートバリエーションは5人乗りと7人乗り、ホイールベースは 2.755mm と 3.105mm の2種、全高は 1.850mm と2 1 0 0 m m が、用意される。また、 エンジンは2種の1.6リットルターボディーゼルと、同エコーフレックス、1.4リットルガソリンと、同エコーフレックス、同ターボ CNG エコーフレックスの7種から、選択できる。90PS 仕様のディーゼルエコーフレックスのみ、Easy Tronic で、それ以外は、すべて 5MT もしくは 6MT となる。販売ブランドと、史上2017年3月に、 GM からオペルとボックスホールブランドを買収した PSA グループは、プジョー、シトロエン、オペル、ボックスホールブランド共通のミニバンを開発する計画に沿って、シトロエンベルランゴの姉妹車として、コンボイーをジュネーブモーターショーにて発表した。イギリスでは、ボックスホールブランドで販売される。商用車仕様は、コンボ、乗用車仕様は、コンボライフと呼ばれる。 プラットフォームは PSA グループの EMP2 を採用し5人乗りのショートボディと7人乗りのロングボディが設定される。ギャラリー、ありがとうございます。